財布チェック。これダメです。これまずいよな。これまずいっすね。あちゃー、これまずいぞ。いやこれ金額がまずいやもう。ゴミですゴミです。馬じゃねえわ。はい、お疲れ様です。視聴者の皆様、お疲れ様です。視聴者待望企画、待望って分かるか。街に望むだろ。街を望むとか言って待望ついてきてないから、ね、あと2ヶ月で生まれちゃうから待望このボール生まれるボーイボーイね、乗ってるっすけど別に面白くないから乗らない方がいいですよ。いやいや入ってキンタマジャブが皮が薄すぎて敏感なんですよ。皮が薄すぎていつもなんか痛いって言ってる。キンタマそれはしてますよ、プロで。自分で言ってるから知ってるよ、言ってたもん。こったれよお前手で。なんで見ようがやるの当たり前だろそのまま。やめなさい、自分でやれよ。今日は本当の待望企画ですよ。はい、はい、ゴールデンウィーク何しましたか。ちょっとだけ実家帰ってました、ね。兵庫のね、地元かな、兵庫の帰ってたここかな。で何しましたか。福行って、福井ゴルフのコンペかな。そう、福井の芝居さんのコンペがあって。楽しみ。僕の仕事です。仕事頼んでしょ。いや、その YouTube で。で、僕のそれ1個下で。で、名古屋の僕の同じ中学の1個下のやつと仲いいんですよ。うん。その福井の子が。うん。でそっから仲良くなって。仲いい、仲悪いじゃん。でも、もっと仕事につながるところで付き合った方がいいんちゃうか。いや、それは仕事につながります。それ仕事。おおおしゃれなんです。勝手なことを言いまして申し訳ございません。なんか最近それ多いですね。なんか先走って怒って、あごめんとか言って謝ってる。最近ちょっとあコメント欄あるからちょっと気遣ってすぐ謝るやつ演じてるから俺。なんでつながるの。できるらしいんですか、なんか足場の見積もり。まあとある現場の大きい案件の、はい、今見積もりしとって、その福井の業者が、うんうん、しまったら愛知の業者は翔子たちやってくれないですか。ああまあ紹介してもいいしな、まあ、あれが入ってるしな、はい、ああいいじゃん、決まったらでかいから絶対、うん、そうめちゃくちゃぜひ、愛知県で、まあ、結構誰も今余ってくるしな、まあ、値段がさえ合えばある程度やってますので、ぜひまたコメント欄見ながら声かけてください、はい。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。はい、今日3分で、まだ終わってない。本日は待望企画、財布チェックこいつ顔見て面白い。財布マジ、マジやです。なんで、なんか、なんでもないっすけど。いやいいよ、拒否権はある。一応まずは拒否です。マジ面白くないじゃん。ダメだ、あんまりダメダメだ。何それお前。なんでやらんかい。俺がやった方がいいと思うんですよ。ダメ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 、ね、今後の2人で YouTube 心配だけど大丈夫ですか。ボーッとしろもんな。やばい、まさかの財布チェックかと思って。いいよ、お前なんか俺いじめとるみたいになる。しゃべるよタゲーお前。タワケまだ言ってるわ。ここで下がっちゃう。もうルール下がってる。今マイナスいくかいかんかレベル。落ちちゃうかぎねえかも。いいのお前。はい、何も面白い。いやこいつら面白いんじゃない。前借りとかしてほしい。でもなんかレシートとか入ってないの。もらってなさそうだもん。もらってないですよね。まあ領収書もあんま嫌なんですよ。結構いっぱいあるんで。あ、ミオに内緒とかじゃなくて。そうです、ね、パンパンすぎです、領収書です。まあ、写し替えてないんで。まあ、一回見るだけでいいんですよ、ちょっと。出てくるぞ、なんか。なんか抜くぞ、あいつ。あいつ抜くぞ。結構こいつ金持ってんな。ちょっとお前カメラ変われよ。目にバレるって感じね。まあちょっと向こう向いてもう目つぶって。いや、別にどうせ帰ったらバレることだからよくね。いや、バレんよ、バレんって。いいよね。いいよねって、いいよね、拍手取るから、あの目やって、そんな目で言ってねえかよ。いいよね、いいよね。まず金額は2万1000。ちょ、レシートはもうどっから行けばいいかわからんけど、どんだけお前遊んどる。社長の領収書より多いじゃないお前。あ、これいいんか、言っていいやつ。ダメとかないだろ。これダメです。これまずいよな。これまずいっす。これひじき入ってないで、まあでも言い訳なんてできるじゃない。そうっすね。見よう、チラッと見る。寝てねー、パルスナックなんちゃら。絶対ケンタロウさんでしょ。うわ
このカメラの前でやる。いいの、まだいいの。いや、もう、まあでももうないと思う。それぐらいっす。あちゃー、これまずいぞ。いや、これ金額がまずいやもん。これまずいか。まあ、まあいいっすよ、もう、それもう。日付入ってないんだな、そうですね、言って。まあ、全然。ただ、一つだけ言います。日付入ってませんが、領収書はまあ綺麗です。こんなサイフレーター最近だな、これな。でってれちなみに俺この店知ってます。宮沢あるキャバクラ5万円使ってるからね。店長も YouTube 見てます。うん、だから付き合いで行ったの。はい。ああ付き合いです。女の子名前は全然違う。これスナックではございません。ちなみに、はい、キャバクラです。キャバクラです。ってことは3人で行ったら3人作るような店です。お酒作るために作る女の子じゃなくて、おしゃべりするために女の子がつきます。はい、そうですね。はい、そうですね。はい、そうですね。間違いないですね。間違いないですね。間違いない。何もしてんの、これラーメン屋。ラーメン屋。最初か、お前どんなにあれ使ったの、お前。まだ面白そうにない。いや、もうないっす。ないな、大きいでしょ。あ、これ。なんでこんなの出てくるんだ、お前。これいい。それでも一回も行ってないってことにしてるんですよ、この店って。さっきのバレとるから大丈夫だよ、もう。その店2回行ってます。お前に内緒の店2回行ってます。ゴミです。ゴミです。いやでもあれだよ、言い訳するとかだとゴミなの。付き合ってる時に行ってないから。出残ったらマジマジ。じゃあこれは言ってない。じゃあ何で。もさ、ミオに見せる前に言ったことが1回も行ってないってことにしてるんでとか言っとった。もう1回ぐらいありそうだぞ。そこ LINE 交換とかある。あ、ないっす。あ、でもあるわ。でも付き合ってない時に行ったんで。それは嘘だろ、お前引っ越してねえんだで。本当なんですよ。いや、いかんでしょ、あんなに。いや、1回目は友達なんで、鍵にするだけ。お前、話作ってるだろ、なんか。なんか作ってるよ、なんか。なんか、そうそう。もうやめましょうよ。やめましょうよ。怖いっす、帰ってから。ねえ、馬じゃねえわ。え？レイの話はまだ行かないよ。行かないよ、行かないよ、レイの話は。嘘つきお父さんだから困るで、もう見よう。はい、誰が父親だ。いないいない。もういない。最高です。褒め事最高です。社長、一つ言っていいですか。多分これ社長叩かれますよ。いいよ。俺嘘ついたら俺いや叩かれんかもしれないけど、はい、自分を裏切ることになるだろ。そんな自分になりたくない。46歳そうでもないよね。よしじゃあね、行こうか。あ、小銭入れみたいな。小銭入れ持ってみてるだろ。いや本当にそうですよ。まあでも前がんのやつ。えお前飯だよ。パッと見たらこれだけしか一日に使う分しか入れてない。そういうこと。そういう賢いわ、絶対使いすぎないようにみたいな。すごいと思う、そんな計画的にやってるわけ。いやでも計算は違うけど。いやでも待って、前借りとかの前に最初に来るお金がないから。ああ、そうか。30で割ったらだって計算できるだろ。もうそしたら割り算が間違った。1日100円200円の世界になっちゃうから困るんでしょ。1000円まあまあまあ、それだからあれだけど。まあでもまあでも最高の借り方っていいだもんな。まあギリギリでな。まあ一回引くよ。まあ偉いわな。はい、じゃあ視聴者皆さん、うちの足場は本当素敵です。素直でまっすぐで、仕事もね、朝今日も6時に集合して、うん、現場には8時半ぐらいの、はい、すぐ開始の8時半、はい、8時半、まあ、あの興味あったらあのぜひまた足場、まあ、未経験はちょっと今募集してないですけど、まあ、よっぽど根性でやる気があれば、そうっすね、あれだな、まあ、ちょうどもうそろそろ飛ぶ頃だ。第2弾今度走ってるし、走ってみるし、そうだな。その動画もありました。ぜひ動画上がると思いますね。びっくりしたって。またぜひ足場聞きたい人はね、まあ、でも本当にいいと思うけどね、手に職つけるっていうのは。はい、よろしくお願いします。お願いします、チャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、じゃあせーの、また見てね。